どうもこんにちは。こんにちは。久しぶりです。外動画久しぶりですよ。いやあの名古屋着きました。名古屋ね。でなんで動画回してるかっていうと、名古屋到着した記念動画です。あの中部国際空港から今名古屋に向かって、あとちょっとで名古屋着くんですけどこの名古屋のなんかビルの上にそのラーメン屋がうまいところあるって、ヒロアさん、いつもライブを見てるヒロアさんが、吉谷さんと名古屋駅の上のラーメン屋うまいっすよみたいな言ってたんで、ちょっとそこを添削しに行こうかなと。いやてかね、人が多い。めちゃめちゃ人多いし、寒いし、びっくりですよ。もうほんとね、人が多いのにびっくり。てか名古屋にびっくりしてるから、東京着いたらやばいですね。まあ、名古屋から岡山まで、まあ、新幹線で2時間ぐらいなんですね、倉敷まで。だからまあまあ、明日朝出ると思います。今日出てもあれですよね。今日はきついな。体力がないんでね。飛行機墜落するかと思いましたよ。飛行機墜落すると思った。名古屋着きましたね。名古屋名鉄名古屋です。名古屋です。いやー名古屋ですよ。いや鹿児島から名古屋来ちゃいましたね。いやーまさかの名古屋。大阪行きたかったんですけどね。大阪だとジェットスター飛んでなかった。大阪から岡山までだと1時間ぐらい。いやでもね、3時間でまあ行けますから、近いっちゃ近いっすよね。いやはい。でね、あのね、あれが使える、スイカが使えますよ。スイカが使えるんですけど、スイカチャージしないとダメなんですけど、よくわかんねえな、ここ。多分ね、チャージしないとダメだと思うんだけど、チャージあった。チャージありましたね。ちょっと名古屋よくわかんない。名古屋あんま来ないですからね。はい、ではちょっと、ラーメン屋さんを探したいと思います。また。はい、どうも、ここはセントラルタワーに来ましたよ。13階にその江南っていうラーメン屋さんがあるみたいなんですけど、ここ12階なんですね。てかね、もうね、クリスマスですよ。クリスマス名古屋ね、名古屋駅、高島屋、クリスマス一色ですね。全然鹿児島クリスマスっぽくなかったですけどね。もうね、完全クリスマスですよ、これ。お、すごいすごい。すごい。江南。ここはね、ほら、レストランがめちゃめちゃある。
めちゃめちゃあって、ほらクリスマス、クリスマスですよ。どうですか？クリスマス。ほら、クリスマスっぽくっぽいね。これ13階にあるみたいですね、コーナーが。13階ラーメン屋。ここにあんのかな、本当に。お、すげえな、オシャンティーだな。オシャンティーですよ。オシャンティー。お、すごいすごいすごい。ほら。すごい。吹き抜けだな。いやー、デートしとるな。いや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 。おしゃれだな。ここラーメン屋さんあんのかな、本当に。こんなとこにラーメン屋さんあんのかな。港南13階って書いてあったんですね。13階行ってみましょう。港南。なんかね、スープがめちゃめちゃいい感じのスープっぽいんですよね。すごく洗練されてる感じで、はい。ラーメン屋があんのかな。食べログレビューは 3. 何ぼですね。あった、あったあったあった、ありました。40番ありました。港南、ヒロアさんが絶対言っとけと。港南、港南40番あった。ラーメン港南、こっちじゃないかな。港南ありましたよ。港南、コーナーありやしたよ。並んでんじゃねえかな。結構ね、もう今ちょうど8時ぐらいなんで、お昼時なんですよね。はい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 、どこだろうな。ラーメン屋さんここにあるんだな。あ、すごいな。ラーメン屋さん、港南ラーメン屋さんあんの。まあ名古屋といえば、まあ味噌煮込みうどん、味噌煮込みうどんなんですけれども、港南どこだこれ。港南どこですかね。結構ね、地図だとちっちゃかったんだよな。港南どこだ。こうじゃないっぽ。うわ、すげえ人、めちゃめちゃ人おるぞ。めちゃめちゃ人おる。これ全然違うね。あ、あったあった、ありました。あったけれども、ありましたけれども、結構ちっちゃいね、こうな。これ並んでんじゃない、結構。ほら、港南。ここです。ここです、ここです。ほら。ここです。港南。これうまそうですね。ちょっと行ってみましょう。はい。行ってみましょうか、港南。では。どうも。来ました。実食です。Thank you.
はい、すいません。暑いのでお気をつけください江南です。実食してまいりました。いや、結論美味しかったですね。ちょっとお店がですね、ちょっと狭い感じで結構ぎゅうぎゅうだったんで、ちょっと動画ね、大きい声でちょっとレビュー微妙だったし、僕も風邪ひいてますから。あのね、スープが、まあ、醤油ベースなんですけど、なんかね、その後味がないんですよ。すごいね、普通そのなんかちょっと脂っこいじゃないですか、ラーメンって基本で、ちょっと残るじゃないですか。それがね、ほとんどない。皆無に等しいぐらいあっさりしてるというか、すげえあっさりしてて、ラーメンの麺がなんかね、にょろっとしてて、チュルっていう感じです。チュルの量ですね。チュルの量わかります？チュルの量です。チュルってしてにょろってしてる感じで、麺がね、喉にかなり優しい。うん、チュルの量ですね。チュルッと入ってニョロッて感じです。あの麺はいいですね。あの、初めて食いました、あの麺は。チュルノロ、うん、あれは素晴らしい。あのね、スープとマッチングしてましたね、すごく、うん、はい。いやー、クリスマスですよ、世間は。すごいな、すごいですね。名古屋、なんで名古屋いんだろうな。なんで名古屋いんのかよくわかんないけど。なんで名古屋いんのって話ですよね。今からですね、僕あの、あそこ行きます。あの、お、結構すごいな。見えますか？今から僕、あれ、電気屋さん行きます。電気屋さん。なんかここから近くに、なんだ、あれがあるみたいなんですよ。ヤマダ電機が。あ、でもあそこ綺麗だな。ちょっと下降りたらまた動画撮ろうかな。ちょっとだいぶ綺麗ですよ。だいぶ綺麗。鹿児島にはないイルミネーションだな。鹿児島にはないイルミネーション。イルミネーションちょっと撮ろうかな。はい、じゃあ時間があれば撮ります。はい。すごいですねこれ。いやー、鹿児島にはねえなこれ。すごくないですかこれ、この絵。もうね、
都会って感じですね、これ完全。このビル、あそこのビルの13階でラーメン食ってきたんですけど、すごくないですかこれ。いやー、もうね、イルミネーションばっかですよ。はい、ちょっとね、雨降ってきた。雨降ってきました。雨が。やばい、やばい、やばい、やばい。てかね、もう人が多い。マジで鹿児島帰りてえな。人が多い、マジで。人が多いですよ。明るいしね。明るいし、人が多いし、なんやねんこれ。めちゃめちゃ明るい。夜ですよ、夜。夜ですよ、これ夜じゃねえよ。だってね、だって夜だけど光がいっぱいから撮れますよね。撮影できる、撮影できますよ、うん、すごい本当に明るい。これだって見てください、このディオール、ディオール、これね、もう全部明るいですからね、これ明るいディオールからのあれ、ルイ・ヴィトン、すごいな。完全僕田舎もんですね、はい、あそこにね、ヤマダ電機があるんで、ヤマダ電機行ってポイントもらいますよじゃあ、あの三脚をね、ちょっと買わないといけないですよね。三脚すごいね、ルイ・ヴィトン。雨降ってきた、雨降ってきた、結構雨降ってきたな。ちょっと今日の泊まる場所決まってねえんだよな、どうしよう。いや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 、雨降ってきましたよ、どうしよう、マジで最悪。雨降ってきましたね。はい、いやー、全然鹿児島と違いますね。いやー、人が多いし、すごい、やばい、ちょっと感動ですね。感動というか何なんだろう、ちょっとね、ちょっとちょっとですね。いやー、雨降ってきたわ、雨降ってきちゃいましたね。すごくないですか、鹿児島じゃ取れないですよこれ、この絵面は。だってビルがすげえもん、ビルがすごい。あっちに、あそこがなんだ、はるか、ね、いや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 、あった、ヤマダ電機、ヤマダ電機発見、ヤマダ電機発見しました。ここがモード学園ですかね、名古屋モード学園、名古屋モード学園。もう学生に戻りてえな、モード学園。あの新宿にもあるんですけど、新宿もね、結構すごい校舎ですよね、モード学園って、うん、いやー、人が多いな。ちょっとサンロードに避難しよう、サンロードに避難。なんか今ドラゴンボールだ。サンロードに避難。よいしょ。ちょっとね、山田電機ついたら消しますよ。よいしょ。よいしょ。いやー、ちょっともう疲れた。マジでだいぶ疲れましたね。ちょっとね。ちょっともう結構来てる、結構来てる。よいしょ。結構来てます。サンロード、サンロード名古屋。
サンロード。はあ、いやー、これからどうしようかな。泊まるとこないっす。決めてないんすよね。泊まるところちょっと考えないとね、うん、うん、名古屋といえば味噌カツですよね。あ、違うか。味噌に絡めたなんかですよね。こっちかな。よいしょ。お前結構体力が。よいしょ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 。あった。ヨドバシじゃねえ。よいしょ。よいしょ、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 よし、着きました。ラビ、日本最大級家電専門店ラビ。はい、ということでこちら着きましたので、ここで三脚買って、でホテル探そうと思います。以上です。